からダッコさん2階の方の店舗の末に入っていきたいと思います。こちら見てご覧ください。こういった感じでヤンゴンに住む方の必須のクッションカバーとクッションセットでこういう感じで売ってます。ミャンマーではすごいいろんな柄を使われてて、なんか日本みたいにシンプルなものがあんまり実は置いてなくて、こういった感じでミャンマーならではの柄もこういう感じで置いてます。はい、こちらお願いします。2階にもすごく広いスペースがあって、こういった感じですごい中妻さんに人気な、いろんなシールのバッグが、はい、置いています。なんかシティマートとかこういった買い物行く際にもすごくローカルの方も利用しているすごい便利なバッグでして、日本でも大活躍できるかなと思いますので、お土産にすごく最適かなと思います。はい、こういった感じで見てください。このミャンマーのサンダルなんですけど、これも一つ一つ手作りで、いろんな子供のちっちゃいものもありますし、こういったこのミャンマー独特な日本とは少し違うタイプの素材だったりとか、こういったのもダッコさんに置いてますので、よかったら皆さん見てみてください。はい、でこちらの奥にですね、休憩できるスペースがこういう感じであって、ダッコさんお土産屋さんなんですけど、こういった感じでコーヒーの方も、はい、売ってますので、一杯頼んで少しお土産を買って休憩がてらにこちらに休んでいただいて、またお土産を見るのもありなのかなと思います。アレのおすすめとしては、もちろんヤンゴンに遊びに来た際はいろんなところを観光して回ったら、最後の日にダッコさんを訪れて、いろいろ店舗見て少しここで休憩してから、日本に帰るっていうのもすごくアレン的にはいいのかなと思いますので、ぜひお土産屋さんで迷ったらダッコさん来てみてください。はい、今回の動画は以上となります。これからもよろしくお願いします。また。